大門美樹君総理お疲れ様でございます税法については予算委員会で総理と詳しく議論させていただきましたのでせっかくの機会ですので経済全体の話をお聞きしたいと思いますジェンダー平等と経済との関係でございますこの問題の2年くらい前にあの麻生大臣と議論したんですけれどどういうわけか 天照大神の話を延々とされて、あれはあれで勉強になったんですけど、一体何の議論したのか分からなくなった記憶がありますが、今日はかみ合う議論をしたいというふうに思っております。ご存じのとおり、世界経済フォーラムが毎年公表するジェンダーギャップ報告書では、日本は156カ国中120位ということですね。 G7 では最下位で、先進国の中でも最低レベルということで、これはもうあの何度も言われている話でございます。特に政治の順位が147位、で、今日はちょっと経済の話をしたいんですが、経済の順位も117位ということですねで。この理由は、日本は女性管理職の割合が低いと、パートタイムの職の女性が男性のほぼ2倍だということ。 あ,るあとは女性の平均所得の低さ、格差があるという点が指摘されております。で1位がです、ね、12年連続アイスランドなんですね。で、まあ、その1位の理由は日本と反対でございまして、今言ったことが最も進んでいるということになるわけなんですけれども、あの総理はです、ね、この120位の我が国と1位のアイスランド、なぜこれだけ差があるのか。 国の考え方といいますか、社会の考え方といいますかですね、どこに差があって、こういう結果になっているのか、アイスランドとの違いといいますかね、いかがお考えか、お聞かせいただきたいと思います岸田内閣総理大臣。委員、はいえー、ご指摘のように、アイスランドと日本、えー、そのご指摘の順位において大きな差があるわけですが。 アイスランドでは、男女の賃金を同一にすることを法律で定めるとともに、女性の労働参画が進んでいる、こういった指摘があります。他方、日本では男女間の賃金格差の存在や、固定的な性別役割意識など、構造的な問題があると考えています。政府としては 男女間の賃金格差の是正に向けた企業の開示ルールの見直し、あるいは同一労働同一賃金の徹底など、女性の経済的自立ですとか、公共調達を活用した女性活躍企業の優遇や、コーポレートガバナンスコードの改定など、女性の登用目標の達成など、各政策、着実に えー、この推進していくことで、一、まあ、つ一つ課題を解決していきたいと考えております大門三岸君。私、伺ったのはです、ね、そういう差が生まれている、まあ、根底にあるものが、ですね何なのかということなんですけど、いや私も実は、ですねなぜアイスランドと日本があのこんなに違うのかなと言いますか、アイスランドがなぜ、ね、こんなにいろいろ進めているのかということで、私も分かんなかったんですね。 であのアイスランドというのはあの、北海道よりちょっと大きいくらいの面積で、人口も少ないですしあの、歴史も違いますし、産業も違いますよね、あの水産業、観光、えー、再生可能エネルギーというのが主ですから、日本と全然違います、いろんな面で違いますですねで、歴史も違いますよねで、1970年代までは、アイスランドというのはひどいあの男性中心の社会だったということでありまして、まあ、その反動もあって、女性だけのストライキが起きるとか、 まあ、いろんなことがあってですね、こうっておっしゃったように、あの法律でバンバンと決めていくという非常にドラスティックな改革をやっているんですね。で、なぜそれができるんだろうと、何が違うんだろうということで、あの実はですね、今年の1月の初めに、クローズアップ現代というのがありましてですね、NHK で。そこで、あのヤコブ・ストッディ,ティルさん、あの女性の首相がインタビューを受けていて、 でキャスターがです、ね、なぜジェンダー平等のために困難でも努力を続けるんですかと、その原動力なんでしょうかって聞いたときに、ヤクブストデ,ストディティール首相はです、ねあの、アイスランドは、まあ、あの人が大事な国だと、人材だと、でそういう点で、労働市場において、女性の参加率が世界的に見ても最も高い国の一つで、そのことがですね、 女性が労働市場に多数あの参加が多い、あるいは会社で女性の役員が多い、賃金格差が少ないということが、経済にとって非常に有益だと思っていると、証明されているということをおっしゃっているんですね。で、キャスターがなぜジェンダー平等が経済が良くなることに結びつくんでしょうかって聞いたときに、このヤコさんはですね、女性が提供できるリソース、つまり、 女性の能力、発想、感性、こういうものを使わないということはです、ね、社会全体にとって損なんだと、ロスなんだと、で女性が労働市場に参加していなければ、えー、彼女たちが提供できる多くのものをです、ね、そのマーケットは失っているんだというふうなことをおっしゃってます。 賃金も格差もなくなっていけばです、ね、その社会は、社会が持っている資源を、リソースを十分に生かしていけると、逆に言えば、それを生かさないのはですね、経済成長につながらないんだというようなことをおっしゃってまして、で私もストーンと分かったんですけれども、要するにです、ね、あの女性が労働市場や企業経営に参加したほうがです、ね、経済も成長すると。 いいうことでございましてあの特に、まあ、あのアイスランドは、あのこの点にですね国の生き残りをかけてるといいますかね、命運をかけているんで、社会的構成の意味から、この男女の格差、ジェンダー平等だけではなくって、むしろ国の経済的な将来を考えて、ですね非常に力を入れているというのは分かって、あなるほどと。 だから男性もです、ね、そうだと思って、一緒に法律にも賛成してるんだなということはよく分かったわけです、ただこれはアイスランドだけではなくて、今や EU、IMF もです、ね、男女の格差の是正が経済成長の推進力になるというリポートを発表している、まあ、あのだん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 こう、ね、あの広がっている考え方だと思います。で総理はです、ね、私あの この点をいかがお考えになるか聞きたかったんですけど、やっぱりあのえジェンダー平等が経済成長にもつながるんだと、こういうの考えを持つかどうかでね、多く国の在り方とか、いろんな政策も変わってくると思うんですけれど、こういう考え方について、いかが思われますか岸田内閣総理大臣。 はい、あのまず、えーと、私も女性の社会進出を、まあ、促進することが、まあ、経済の成長につながる、あるいは社会の活性につながる、こうした考え方に、まあ、同感であります、そうした考え方は重要であると認識をしております。ご質問にはそれででよろしいですか大門、はい、君 でこの点で具体的にこの間の国会でも議論になっているのが、有価証券報告書ですよねで。これは有価証券報告書というのは、金融商品取引法、金商法で、企業内容の外部への開示ということの資料でありますが、実はこの有価証券報告書は、1998年まではですね男女別の給与額とか従業員数とか、平均年齢などの項目はですね、 あったんですけれどもう企業が負担だろうということで、やめちゃったんですよね。で、その後このジェンダーの問題が課題になってきて、2014年にまあ積極的な改正だと思いますが、企業の役女性役員の比率、数を、えー、開示するようにま義務付けたということであります。で、この背景にあるのは、先ほど申し上げました、女性が多く役員に占める企業ほど。 あるいは女性の社員が多いほど、えー、もちろんね、あのあの女性の方が多いという意味はあの、男性よりも多いという意味ではありませんよ。大、え、体、ー、比率はあの同じようにするという意味での女性を増やすという意味ですけれども、あと、えー、男女賃金の格差がない企業ほど、将来性があると、将来性があるというふうな見方をマーケットがするんで、 これは IMF も言ってますけど、今や投資家にとって、企業の価値を判断するときに重要なんで、そういう指標を明らかにすべきだという考え方がね、ずっとあるわけであります。で内閣府も、資本市場での見える化ということで、この男女の格差を是正する努力をその企業はしてるのかどうかということを、 あのねはっきりさせる明確にすべきだという報告も出しておられるところでございます。つまり申し上げたいことは、本来ならこの有価証券報告書に書きなさいとか、開示しなさいと言われるよりも、これからの企業であるならば、自らですね、うちは女性の賃金格差、これだけなくしてきておりますとか、女性の役員の数はこれだけ多いですとか、そういうことを自分でアピールした方が、投資家は将来性があると。 言ってその企業に投資をしてくれるとだから本来はです、ね、あの自らやればいいと思うんですね、あの企業自分、自分たちで、ね、こういう努力をしていると、そういう時代が来るとは思うんですけれども、今のところ、まだまだですね企業というのは男性中心の企業がたくさんあって、まあ、そういうことがよく分からないで、まあ、今のままでいいとか、ですね実力主義だとか、その,そのもう古い、えー、よく分かってない、えー、市場のリソースというのは分かってない。 そういうまあ球体伝とした経営者のいる会社が多いんで、多いんで、e、EU なんかはもうちょっと義務づけなきゃだめだと、その企業にとっての、将来にとってもだめだということで、e、EU は今、男女間の賃金格差解消に向けて、250人以上の従業員を抱える企業には、賃金格差是正の情報を開示するように義務づける法案を出そうかというふうな動きになっているわけです。 でそういう点でいきますと、この有価証券報告書の意味なんですけれど、何かこう隠したいものをあの出せとか出せとかね、そういう意味ではなくって、そういうことがあなたの会社にとってもねあの、これからいいことなんですよと、投資家はそれを見てるんですよという意味でね、そういう意味で、この有価証券報告書にですね、えー、さらに男女賃金の是正状況とか、いろいろ努力している経過とかも含めてですね、 あの公表を義務づけていくということは、その企業のためにもなるという意味で、のこの間、国会でも議論になっておりますけれども、できるだけ早くですねえそういうふうに改善していただきたいと思いますが、総理のお考えをお聞きしたいと思います岸田内閣総理大臣。 はい、あのご指摘のように、この男女間の賃金格差の解消を含め、すべての女性が活躍できる社会を実現していくこと、これは重要,重要な課題であると思っています。そして、えー、委員ご指摘のその情報開示の部分ですが、この男女間の賃金格差の是正に向けて、有価証券報告書の開示項目、かえーか 有価証券報告書の開示項目にすることについて、この現在、この金融審査会において、具体的に検討していること,でありところであり、この春をめどに取まとめを目指したいと思っています。併せて この上場企業以外の企業も対象となる女性活躍推進法においても、男女間賃金格差の開示を充実する制度の見直しについて、具体的に検討し、速やかに着手してまいりたいと思います。ここうした企業ににおいても女性の賃金に関わるる情報を開示することが 重要であるという社会的な風土を作るために、こうした有価証券取引有価証券報告書、そして女性活躍推進法、こうした取り組みを進めていきたいと考えております大門三吉君、はい。ありがとうございます、終わりますこの際、委員の移動についてご報告いたします。 本日、末松信介君が委員を辞任され、その補欠として、光月良介君が選任されました。 渡辺